こんにちは、オーベルジューチャンネルです。今日のテーマはこちら、フレンチヴィンテージの M47 カーゴパンツと、こちら1800年代後半に作られたハンドメイドのワークパンツ、こちらになります。今回ご紹介いたします、この M47 というフランス軍のカーゴパンツ、今非常にセレクトショップですとか、いろんなところでね、大人気なんですけれども、こちらの特にこの前期型、これに対してちょっとご説明したいと思うんですけども、ちょっと今回持ってきました。こちら、これが1800年代後半に作られたフランスのワークパンツなんですけれども、非常にディテールが似てますよね。この M47 のこの2個ボタンは前期なんですけど、この前期型っていうのはやっぱりこのフランスのワークパンツのイメージを踏襲してるんだな。まず第一にその前提があるということで、今お話をスタートしたいと思います。しまして、やっぱりね、今ご説明しましたけど、このボタンが2個、こちらの理由、ちょっとここからなんですけれども、まずですね、このボタン2個取りますと、ここにこのホック、これがあるんですよ。これなんでついてるんだろう、マルジェラもついてますよね。なんでついてるんだろうと皆さん思いませんか？これ自分ね、最近10キロ太ってしまったんですけど、太ってみて初めて分かったんです、これ。まず、ここのは非常にこう力のかかる、ボタンよりもね、力のか、あの支えられる位置にあるんですよ。これ履いた時にちょうどこの位置なんですよね、ホックの位置が。で、後ろには尾状があります。尾状は背中のこの背骨のこの位置とここの位置で2点で支えるんですよ。ちょうど重量挙げの選手がベルトを巻く位置っていうんですかね、そこに必ずこう力点というか、こう支えるポイントが来るように全て設計されてます。ここの脇線のベルトの付け、これはちょうど足のこの位置ですね、ここを通ってここで支える、重たいものを持つ時に一番こう力のかかる位置に、この1点、2点、3点と、この3つがかかるというためのものなんですよ。なので、この2個のボタンって実はボタンも必要ないぐらい、ものによってね、このボタンもないですよ。っていうのが、やっぱフランチワークのお父さんたち結構お腹出てたりするんで、こういう状態で開くような設定なんですよね。で、痩せた人のために、ここに2つの、ベルトループの、サスペンダーボタンがあります。なので、上で写ってもよし、太ってる方は開けて開いて履くもよし、とにかく全ての基本はここの起点になっているのが、この力のかかるホック、これも超重要なディテールってことが分かりました。で、この2個ボタン、すんごい歴史が長いんですけれども、それでこの M47 のこの最終前期なんですけれども、この2個は、完全にこの、フレンチワークのディテールを踏襲しておりますけれども、ホックはないですよね。多分ね、これは多分省略してしまったんですかね、ミリタリーの場合。ちょっとそこはよくわからないんですけども、でも後期になるとこの2個すらもなくなって1個ボタンになってしまいます。というのがまず2個ボタンの話で、あともう1個ちょっとこれ分かったことなんですけど、ここ切り替えてますよね。これなんでか。これね、要は、ご説明しているサイト全くないと思うんですけども、これ分かりまして、これ、オランダ軍もそうなんですけど、フランス軍もサイドポケットをできるだけ上の位置につけたいっていうのがあるんですよ。これ40年代、ノルマンディに連合軍が入った時のアメリカ軍のカーゴパンツも結構みんなサイドポケット上目なんですよね。で、上目につける時に何が問題になってくるかっていうと、膨らむのが邪魔なんですよ。カーゴパンツの場合、一番ネックになるのがここですね。ここ分かりますかね。ここの膨らむのが本当は一緒にこう、このサイドから巻き込んで入っちゃうんですよ。で、ここ巻き込みたくないくて、こういうふうに避けるためにここに切り替えを1本入れるんですよね。そうするとこれが託し上げて、このフラップを縫うことができるんですよね。そうなると、ここの位置がこんな接近してても上に持ち上げることができるんですよね。そのためのこれ切り替え、この袋布の端っこを跳ね上げるための切り替え、
なんですよね。これなんか玉縁とかって言われてますけど、全くそんなことなくて、ただの切り替え線を作った縫い目利用のポケット、すごい簡単な作りのポケットなんですけれども、これはポケットを上げるための切り替え線になります。あとこのパンツが、なんで面白いかっていうもう一つポイントなんですけれども、例えばこれ1800年代後半のこのパンツ、ロックミシンもなければ、全くいわゆる、縫い代が出るようなことが一個もないように全部縫い込むっていうので作ってる押し立てワークパンツなんですけど、まあ、その何ていうかね、職人魂みたいなのが極めてこれは入ってるんですよね。例えば、全てこういうところ、例えばこう貫縫いのところが、例えばチェーンステッチになるところが一箇所もないんですよ。もう全て、折り伏せか、本縫いの巻きラッパっていう技術を使って作ってます。だからこれ全くアメリカナイズされてないという巻き方なんですよね。あと前立てのこういうところの端っこ、アメリカだったら絶対ロックですよね。もう例えば501もね、ここロックだと思うんですけど、ここも完全にこうわざわざ見返しつけて縫い込むとか、こういうところもそうですよね。こう見返しをつけて縫い込む、もう完全にロックでいいんですけれども、折り込むとか、こういうところもわかりますかね、わざわざ裏に倒してコバかけて折り込むとか、全然ロックでいいんですけどね。こういうところ、要は細かく細かくやっていくっていうのは、こっちで鳴らされている職人さんたちだからなんですよね。で、自分この M47、 今回のこの動画のためにだいたい50本ぐらい、前期後期、裏をひっくり返して見てみたんですけども、もう全てもう仕様はもうめちゃめちゃでした。もう生地が違えば裏の縫い方全部違うっていうぐらい、これ何意味するかっていうと、設備が違うんですよね。縫ってるところのミシンの設定が全部違うんですよね。あとなんか大きなところで縫ってない気がします。もう小さなラインで、あるミシンで、この M47 の、パンツを縫う、多分フランスの国からこのパンツを縫ってくれっていう大雑把な型紙を託されて、じゃあうちのミシン設定はこうだから、ここの縫い代をこうやって変えちゃえ、こここんな面倒くさいこと言ってるけど、うちはできないからこうやって変えちゃえってことで、型紙を、あのパターンなんですかね、型紙をいじる人間がほぼほぼアレンジをしてやりやすいように変えてなんですけれども、頼んでるところが多分こういったテーラー寄りのところだと思うんですよ。なのでミシン設定を生かした最大限頑張った縫いがこれっていうので、前期まではそういう人たちの頑張りで作られているのがこのミリタリー M47 の前期もので、後期になると一気に全てが缶縫いだったり、ここロックだったり、ありとあらゆるものがね、アメリカナイズされるんですよ。要するに50年代60年代まで来たら、まあ、いちいちこんなね、見返しつけて折り込まなくてもいい、もうパンツはこれでいいっていう、いわゆる本当にアメリカの、要はスピーディーに全てを決着つけるっていうような、感覚がもうこのカーゴパンツにももう如実に現れるんですよね。なので実は前期後期、ヘリンボーンとツイル、ボタン2個1個とかね、あの大雑把な分け方してますけど、いわゆるイズムに関してはもう全然違うパンツっていう風な、あの感覚を自分は持ちました。だからこの本当にいわゆるクラフト魂が入ってるのっていうのは、M4弾に関しては前期までっていうのが今回の結論になります。でちょっと、余談なんですけれども、まあ、おまけですかね、今ちょっと自分が着てるこの、ワークの、オーバーオール、リーのものなんですけれども、実はこれ対戦モデルなんですよね。ね、あのリーバイスに関して、あの対戦型というのでね、あの前回のマーロンブランドの映画でやりましたけれども、あのリーも対戦ってあるんですよね。こういうふうに例えばボタンを1個省略されたり、全部鉄製のドーナツボタンだったり、いわゆるね、裏はこうコロビリーのハウスマークなんですけれども、これちょうど90年代の中ぐらいですかね、もう本当にあのお昼ご飯をケチって貯めたお金で買った思い出の一着なんですよ。